今日は2016年1月25日です。朝日新聞の一面には宜野湾市の市長選挙ですね。昨日選挙が行われて、安倍政権が支援する現職の佐喜っていう、佐喜眞さんっていうんですか、佐喜眞っていうのが当選して、尾長知事が支援している志村さんっていうのが敗れて、勝った方が2万7000、負けた方が2万1000で、まあ2万1800だから、5000秒ぐらいですか。接戦なんだけど、結局本当は、まあ、この宜野湾市にある辺野古飛行場を移設する、先を辺野古にするかどうかということを本当にポイントにしたかったんだけども、政権側がまあそれをあまりポイントにしなかった。地元にディズニーランド関係の施設を作るとか、そういうまあ利益誘導型の選挙ですね。結局そういうふうにして争点を動かした。そして政権側は自分たちに味方する側にの自治体とか団体に金を出す、そういうことをやって結局票を取り込んだという、まあいつもの感じですわね。で、政権側はもうこれに勢いづいて辺野古で、基地を作るということを推進したいということですね。まあ、民主主義というのは結局は雇用、一人一人の人間が社会全体のことを思って、選挙を行って社会全体のことを思う人を選ぶことができるかどうか、そういうことで、まあ、その成熟度というのが問われるんだろうというふうに思いますよね。自分たちの利益代表を常に選んで自分たちにとって得な人間を選ぶということでやっていってる限りは、必ず抑圧される人間が出て、最悪の場合は独裁政治みたいなものになってしまう可能性もあるわけですよね。まあ、いつも言うんですけれども、ナチスドイツは選挙で選ばれた人たちがやってたんですよね。よいしょ。今日はここは多分氷点下じゃないかと思いますけどね。そうだね。そう、昨日大相撲見たら、琴奨菊初優勝なんで。琴奨菊がね、来たところはね、福岡県の柳川出身、ね、そうそう、福岡県柳川出身の。でね、私はね、福岡県出身なんで。福岡県、あそこでしょ、水巻町。そうそうそう。そう。でね、柳川じゃちょっと遠いんだけどね。そう、柳川市、そう。そうね、2006年以来や、10年ぶりの優勝だってね。そういうことなんだよね。僕、大相撲は好きなんです。はい。まあ、そう。はい。子供、僕は相撲は好きだった。はい、よかったね、今度ね。はい、ぽいぽいぽい、行ってらっしゃい。指先が冷たくて、これ引けるかね。マズルカ、夢という曲ですね。カッコしてマズルカですよというふうにこれ、次の曲はロシータという名前なんですけど、これもカッコしてポルカですよ。今マズルカっていうのは踊りの名前、まあ、曲の形式の名前なんですけれども、この曲もね、
かなかいい曲なんだけども、ちょっと指先温めないといけないな。まあ、せっかくのいい曲なんですけどね、まあ、こんな感じで、ご容赦ください。今日はこれぐらいしておきます。